よっしゃゲームやっていくぜ。どうもライスゲームズのライスです。前回はね、まあいろいろキャラクターを増やしたのですが、いろいろっていうか一人増やしたのですが、この中にねスルーストのねタイプを入れてます。大空タイプでプリーストと、なんか飛ぶやつを入れてます飛ぶやつって。で、大空タイプの、編成体をね2体作ってます。こいつとこいつですね。この2人で、次のねステージをね、楽々越そうかなと思っております。次も、仲間にね、クリア前に仲間にしないといけない場所があるので、そちらの仲間をね取っていこうかと思います。妖術師、さあやっていこう。今回ちょっとめんどくさいんですけど、まあねせっかくならね仲間にしようかなと思っております。さてさて、カオスゲートもしっかり、クリア後に開いてやっていきたいと思います。まずはねいつも通りスルスト、メッシアじゃなくなった名前がスルストで、敵本陣に向かいます。はいと。で誰だっけ、大空タイプは誰だ。あ、大空タイプか分かんないよ。うわ、これ大空タイプか分かんないぞ。うわー、どっちだ、アレンか。アレンを、こっち。ワンカイヨの近くまでやります。突然行くと、相手にね、本拠地であるここを取られる可能性があるんで、それ困るんでね。で、グレイブを、大空タイプなので、こっちのね、カリオ。カリアオにね、行きたいと思います。カリアどこだ？カリアオは、あ、隠れなんだね。隠れのところなんだ。ここにカリアオがあるんで、こっちに行きたいと思いますが、行くと、ここでやめとく。だから、こっちの、死神部隊で、こっちに攻め込んで、ワッシャワシャして、あ、もうすぐクリアできそうな時に、イベントをねどんどんやっていきたいと思っております。で、こういうのはいつも僕は説得させています。ミスターだと、あ、説得一回ミスったらダメなんだ。お、初めてミスった、初めてミスったぞ。というところでカットしていきます。よっしゃ来た、アルビレオ、ようこそ死者の集う墓場へ。君たちは来るのを待っていた。偉大なラディッシュ様を何を求めておられるのか、君たちには永遠に理解できないだろう。さあ、君たちも、バルモアのように遺跡の一部となりたまえ。というところで、今回はまだこの時点ではまだ勝たない予定です。ちょっとなんか危険だな。まあ大丈夫でしょう。死んでも大丈夫だけど、大丈夫だよね。ちょっと怖いね。こいつ、リーダーをちょっと後ろにさしてんだけど、大丈夫かな、前の方が強いんかな、どうなんだろう。ちょっとね、見るの忘れててね、ずっと進めちゃった。マジでずっと忘れちゃ、あー、待って、びっくりした。絶対死ぬかと思ったわ。2! レベルが低いんですよ、左下のやつ。だからちょっとね、困っちゃうんだよな。アッシュクラウド、あ、死んだか。おわー、ヒーリング連打いけ。このヒーリング連打はすごいよ。あっ、といい、死んじゃった。まあいいでしょう。ここはね、退却メインで行くから、主人公じゃない、リーダー以外死ななければ問題はない。で、終わった瞬間に、ポーズをして、ソウルコールをします。ソウルコールと。このキャラクターね、ほい。敵は結構強いな。レベル関係なく普通に強いから、ちょっと困ったもんだな。よいしょ。おい。キュアストーン。おれ。ちょっと編成もしたいな。このやつもね。スルストがね。スルストって言いづらいな。スルストがちょっとあれだな。何回じゃない。編成画面で、これか。編成で、フォーメーションの前にこいつを見る。貫く。あ、ソニックウェーブって1回なんだ。あ、じゃあこいつ前のがいいんだ。3回も攻撃するからな。こいつ前のがいいんだ。
で、こいつはこのポンコツはポンコツとか言う。あー、こいつも前のがいいんだ。なるほどね。こいつはプリンスとは3回やから後ろの方がいいね。こいつはあー、突進。ペトログです。あー、なるほどね。なるほど。フォーメーションで、こいつを前、こいつも前、こいつも前、で、こいつを後ろと。OK。これでだいぶ強くなったんではないでしょうか。やっぱ全体攻撃がないのはちょっと痛いけど。で、こいつを、左側に移動させて、そしてですね、こっち終わったかな。終わったね。よし、じゃあまずは、アレンをこっちに寄せて、寄せてから話が始まります。ホイト、ホイト、ホイト、ワンカイヨ。こちらでまずは情報を聞きます。情報をね。はい、タートカード引きます。フール、いいね。ラッキー。これでラック上がって、化石の魔法を解くには光ベリーを使えばバッチリです。確かカリオー城大都市の宝物に眠ってるとかという話。ダメダイズが真の勇者ならきっと渡してくれるはずでしょう。で、ここでスタートボタンで、それがここです。ここにあります。それがこっちにあって、あ、ミスった。こっちにあるんすよ、こっちにあるんすよ。もう下手でしょうが、すいませんね、マジ本当にすいません。よし、行くぞ。あ、びっくりした。よし、で、ここで、ああ、過ぎた、過ぎた、過ぎた。よいしょ。ここに行って、はい、解放と。解放した後に、なんと、まさかの、まさかの、引きます。お、ジャッジメント。ジャッジメントじゃない、ジャスティス。いいね。トップして、貴殿はティンクルスターをお持ちか。うむ、真の勇者とは嘘ではないようだな。光のベルを差し上げよう。このベルを使えば石となった人々を救えるはず。魔導士ラディッシュの野望を阻止できるのは貴殿らだけ。頑張ってください。光のベルを手に入れた。で、光のベルを手に入れた後に、ここの教会、ここに教会に行くと、まさかの、まさかの、まさかの、早く早く早く。あー、スルスト？あ、大丈夫、大丈夫。全然問題ねえわ。問題ないっつわ。ここは久々にカットしないとこうかな。たまにはね、バトルするところもね、見せようかなと思ってまーす。いけいけいけー、いけいけ、どんどん、いけいけ、どん、いけいけ、サンダーアロー、痛くない。痛い、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 痛くない。あ、ない、ない、ない、はつぐない。あ、ない、ない、ない、は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 、ほ、ほ、ほ。うわ、貫きいいね。やっぱこのリーダーは前に刺した方が強いね。3回攻撃だからね。ソニックウェーブだと1回だもんな。前にする必要が全くないという。で、こいつのクラスチェンジはできない。なぜだ。クラスチェンジがないんかな、そもそも。で、下のね、早くこいつが早く行ってほしいところだが、しかし、行った。で、ここで仲間になると。カウスフレームがまあ高いからね。はい、引きまーす。うわー、うん、悪いなー。ダウン、ストックしまーす。アイテム発見しました。雪のオーブ。いや、雪のオーブ、すぐ溶けちゃいそうな名前だけどな。南西に見える教会と、この教会の中ほどにカリオのがあるはずですと。あれ？あれ？仲間にならんの？あ、北の教会か。北の教会ってどこだ？え、ここじゃないの？北の教会ってここだよ。あー、もっと上か。もっと上のところか。あー、ちょっときついなー。どうしようかな。北の教会っていうのは、ここになるわけですよね。ここだと敵とぶつかってしまうな。どうしようかな。いや、もう逃げちゃおう。うん。どっちが近いかな。こっちの方が近いよね。あー、どうしようかな。あー、どうしよう。うわ、どうしようかな、これ。本当にどうしよう。うわ、これ迷うな。あー、もうこいつで行こう。こいつで行っちゃおう。このグレイブで、この上の教会に行きたいと思います。最高。
で、その間にこいつをもっとギリギリまで寄せよう。ギリギリまで寄せていくと、敵と戦わないようにして、お、発見、お、ラッキー、ついでに発見な。デスマスク、デビルマスクな。よしよしよし。これ着いた瞬間にもう、いや、着く前ぐらい、いやでもすぐ行けるからな、この状態だったら。もう着いた瞬間ぐらいに、よいしょ、で待てよ、もう、よし、これぐらいで行こう。よし、これぐらいでもう行っちゃおう。行ってさらにここでタロットカードは、あ、ちょっと数が少ないんで、ここでジョーカーの札を使います。お、ジャスティスいいね。ここで絶対に、ボスに勝ちたいと思います。絶対に勝ちたいと思います。ちょっと無駄遣いと思ってもいいぐらい使ってもいいんではないでしょうか。今どんな感じ、タロットカードは。タロットカードは今こんな感じか。フォーチュンいらんのよな。テンパランスもいらんのよな。フォーチュン、テンパランスです。いらんのよな。ジャスティスぐらいか。もう3、ムーンもいらねえんだよな。フールがいい感じに1枚あるから、まあ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 あれなんだけど、ムーンもいらないからな。もう3枚ぐらい引くか。いらないカードがちょっと、おい、いらないカードが多いからね。よし、ジャッジメントはいいぞ。お、いいね、エンプレス。ムーンいらんな。とりあえずムーンもいらん。テンパランスもまあいらんちゃいらんけど、あー、フォーチュンいらないんだよな。いらない。あ、エンプレスいいね。あ、間違えた、間違えた、もったいねー。あ、ワールドだ。ストレッシングか、防御力上げるやつだな。まあ、これは持っていてもいいな。テンパランスを捨てて、あー、ですがちょっとな。お、エンペラー来た。よし、じゃあここまでにしとこう。フォーチュンは持っとくか。デス1枚捨てちゃおう。よいしょ。よし、で、ここで OK で、カード、で、これでタロットカード引く。さらに、ここでタロットカード1枚引いてからの、お、マジシャン来た、神引き。いいね。で、デスを捨てる。デスを捨てるよ。フォーチュンはね、まあ、多分使う可能性がね、今あるかもしれんからな。目の前に像があります。光のベルを使いますか。はい。おえ、あ、これで仲間になるってことか。なるほどね。ありがとう。20年ぶりに体を動かすことができる。私の名前はサーデン。サラデン。妖術師サーデン。ラシュディが鼻炎を保存した日、私は兄弟アルビオレオの魔法で一新されてしまった。暗黒の力を求めるし、魔導士ラルシーの怒りに触れたからだ。私は死と兄弟を止めなければならない。死の野望を食い止めるために責任がある。どうだろう、この私を仲間に加えてはいけないのか。よっしゃー、共に戦おう。で、このキャラクターも結構強いから死神に言えたいところですが、スルッソで行くと、とりあえずね。どれぐらい強いんかな、実際。あ、これはリッチにしたい感じだな。あ、リッチにすぐできるんかな、そしたら、こいつは。あ、リッチは強いからな。あ、お、危ない危ない危ない。すげえ放置取ったわ。とりあえずフールを使って、よいしょ。危ねえ、すげえ放置取ったわ。完全にパソコンの画面言ったわ。よし、で、これで、まずは逃がしてからの、どんぐらい食らう？あ、結構食らうね。今どんぐらい攻撃したんだ？あ、いいや、使わんとこう。よいしょ、貫き。お、強っ！もう一回貫き。よいしょ、あれ？アッシュクラウド。貫きもう一回使えるよね。貫きもう一回使えるはずだから、使えなかったらマジシャン使う。よし、オッケー。完璧。サラディーンがね、かなり強いから、こいつをね、死者の杖を持ってるから、速攻を使ってから、リッチにしたいと思います。で、そのリッチを、死神のね、貴族に入れたいと思います。で、一番左下のね、なんか変な雑魚みたいなやつがね、そいつをどかそうかと思ってます。いいね。なんか変な羽みたいなやつか、死神の。さっきポコンって殴った時にミスったやつだな。うおー、結構もらった。大体町を解放した後だったらね、3万ぐらいもらえるからね。いいね。
よっしゃー、ちょっと待って、これ速攻やりたい。速攻まずね外して、あ、さっき言ったとこいつですね。こいつホークマンいた、もうレベル11になってたけど、まあいいでしょう。で、キャラクター入れる。お、いい編成になったんじゃないか、これは。どこだどこだ、キャラクター外すか。あ、こいつだな。あ、こいつだね。うん、どれか。あ、来た、こいつだ。こいつ、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 こいつ。来た、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 来た。えい、外しまーす。で、入れまーす。はい。加えるキャラクターを、どれだ、来た、サラディン、これ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 。もうすでにコディックだからね、かなり強いんだよな。OK。で、この状態でアイテムを使います。アイテムの、死者の杖。死者の杖。あったあったあった。これどこで手に入れたんだろう、死者の杖。覚えてねえわ。そして、これに使います。ネクロマンスターにクラッシュチェンジします。あれ？あれ？ネクロマンスターやったっけ？リッチにしましょうって書いてるんだよな、実際は。ちょっと待ってよ。ちょっと検索するために、クラスと。待ってね。ちょっと待ってくださいね。今持ってるのはコディックか。ああ、なるほどね。ネクロマンサーで、あ、シャの指輪がいるんか。なるほどね。シャの指輪ってどこに入るんだろう。まあ、わからんけど。ネクロマンサーにしたら、おお、強いね。全体攻撃を2回できるね。いいね。おお、で、リッチが一番ね、最強キャラと言われてね。攻撃をね、3回できるのよ、全体攻撃が。だからね、リッチに早くしたいですが、まあ、ネクロマンスターに先にしまーす。まあ、これを、おーほーほー、こいつを通さないと、まあ、そもそもロン、そもそもロンだからね。で、ちょっと装備をさせようかな、せめて。デビルマスクってなんだ。いらんな。雪のオーブは、お、1頭が上がんじゃん。雪のオーブつけちゃおう。はい、ネクロマンサー。はい、もう強い。はい、強い。で、デスマスクを何につけようかな。とりあえず適当につけとくか。はい、お前つけとけ、適当に。はい。で、ティンクルスター。これ、ティンクルスターとかこれ売れるんだよな。栄光の鍵とか。売ったらいけねえだろうって思うぐらい。そこは売れないようにしとけよ、みたいなの思っちゃうんだけど。まあ、昔のゲームだからしょうがないよね。というところで、待てよ、クラスチェンジ、クラスチェンジはできないね。まあ、戦ってないからね、そもそも。そもそも戦ってないからできないよね、OK。で、これで一旦セーブします。セーブしてからの、もう一度行きます。バルモア遺跡。で、ここで、もう一度ね、カオスゲートをね、やりたいと思います。カオスゲートと、もうタロットカードは結構引いちゃったんで、タロットカードいっぱいあるもんね。うん。まあ、いらないやつ、エンプレス、結構いいやつ揃ってんだよな、今。まあ、ハイエルファントいらん気がするけどね。ちょっと攻撃がちょっと薄いかなーって思ったよ。ジャッジメントもジェスチスもあるから、今回は、引かなくてもいいかなと思っております。2回ぐらい引いてから、行こうかな。とりあえず、グレイブだっけ？あ、グレイブ、グレイブ。あ、グレイブじゃねえわ。アレンかな？そう、アレンのが安いんだよ。やっぱ安いやつをね、やっとかないとな。安いやつで、とりあえず、まあ、2個か3個ぐらいちょっと、ちゃかちゃかっと。財宝を先に取るか。財宝を先に取って、財宝どこだ？財宝が、これ分かりづらいな、これ財宝。分かりづらいな、わざわざ分かりやすいな、ここだ。この真ん中に財宝があるので、財宝を先に取って、からのだな。からのだよ。はい、財宝を先に取りまーす。はい、覇者の合剣を手に入れました。で、次行ってみよう。どこだどこだ。タロットカードを引きたいから、ここ行ってみよう。聞きましたか？アルビレオの死体が消えたそうです。一体どこへ行ったって。はい。反乱軍に入りました。わー！皆さんのおかげでドヌーブ王国再起の希望を取り戻すことができました。宿り木の葉をもらいました。最高。
で、カオスゲートがね、ここの真ん中にあるんで、カオスゲート取っていきましょう。はい、カオスゲート発見しました。で、ここのステージは終わりたいと思います。はいと、はい、本当によろしいですよ。そして一回セーブして、カオスゲートが出たんで、次はね、オルガナのステージを次回は行きたいと思います。オルガナのステージもね、結構短くなると思いますが、その感じでよろしくお願いします。で、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。